はい、プロペラです。今日は一からギターを練習して弾けるようになるまで してやろうかなと思って。で、ただね、こう何がいいかなと思ってですね、フルシアンテの、まあ、何かをね、ちょっとコピーしたいなと思って、ちょっと今探してたんですよ、YouTube で。まあずっとね、ハイドパークばっかやってたんで、で、なんかこう、いいやつとかありますかね。まあ、スレインキャッスルがやっぱ有名ですよね。弾きたいやつあるかなって思ってたんですけど、だいたい一緒なんですよね、やっぱハイドパークと。ソロってフロントピックアップ使ってますね。ちょっと思ったんですよ。このパラレルユニバースのこのソロで行くのも、まあちょっと最初は本当は考えてて、他の場所がね、ただね、まあほとんど知ってるし、最初からっていう感じじゃないからどうかなって思ってたんですけど、あとはそのスノー、やっぱ人気じゃないですか、スノーって。スノーもちょっと考えたんですよね。ただスノーって難しいのは難しいんですけど、ずっと一緒なんですよね。ずっと一緒なんですよね。これがまあ弾けるようになるまでって考えれば、僕まだ完璧じゃないんですよ、スノーは。スノーでいきます？めっちゃ時間かかりますよ。いやー、めっちゃ時間かかると思うな。丸一日、まあ、振り出したらね、2日、3日かかるかもしれないな。前半、後半とかで分けるかな。やるか。スノーでやるんだったら、まあ、ライブ版でなんかソロとか弾いてるかな。スノーをね、ちょっと練習していきます。かなり時間かかると思いますよ、もう。コツは多分こう、まあ、ゆっくり上から始める。普通にストロークがあるじゃないですか。で、このストロークと同じようにこう、なんていうの。
ちろんそうやってやってました。で、フルシアンテはここに、ここね、ここに小指をつけてやってたんですよ、今見たら、うん、あ、固定してやっぱやってるんだなっていう、こう、これでちょっと慣れていくしかないかなって感じがします。コードがね、分かりにくいんで、まあおすすめ のサイトがあるんですよね。これちょっとまた今度話そうと思うんですけど、 Twitter ではね、このサイトめっちゃ使えますよって言ったんですよね。ただなんか間違いもあります、このサイトももちろん、うん、もう参考までにね、するぐらいで、あとは音で自分だったらこう聞こえるなっていうので、やればいいし、これすごいんですよ、このサイトね。タブフが今ここに書いてるんですけど、すごくないですか。タブフ通りにこう演奏というかミディ音源みたいなやつでやってくる。なんか昔のね、ガラケーの3和音とかあったじゃないですか、8和音とか、あんな感じの音です、まあ、こんなんね、知らない人の方が多いんですよ。で、まあ、そのサビのコードが最初はなんかこうする理由もう一つ ありました。そういえば、例えばオルタネートじゃなくて、まあエコノミーっていう、その下がる下がる上がるとかね、こうバラバラなやつ、まあ弾きやすいように弾くっていうやつがエコノミーピッキングっていうんですよね。じゃあエコノミーでここ、こう下がる下がる上がる下がる、さあまた次上がるってやった時に、こうハンマリングが入るじゃないですか、これ。でも CD を聴くと結構力強くこうってやってるんですよね。ちょっと聞かせましょうね。あれですよ、僕全然まだ弾けないのに偉そうに弾き方解説みたいなことしてますけど、偉そうにしたいわけじゃないですよ、弾けないくせに。こうコツっていうかね、こう理想はあるんですよ。それを今弾ける前に伝えてるだけで、ちょっとこれ CD 音源です。こうめちゃくちゃこう力強いんですよね。っていうことはアップピッキングだと、まあ、できる人は強いかもしれないですけど、あんまり力が入りにくいと思うんですよね、うん、アップでもダウンでここは弾きたい、力入れるために、うん、ってことはやっぱオルタネートで弾いた方が雰囲気出ると思います。これをマジでできるまでやりますか、今日は。まあ、ちょっと流れをやりましょうかね、一回。で、なんかアレンジ入れたでしょ？それはどうやってやってたんだろうっていう。これを入れてますよね。
いんですよね。聞いてもらったら分かるんですけど。このぐらいしか弾いてない。YouTube って確か再生速度をね、4分の1まで下げられるんですよ。とりあえず半分の速度でやってみようかな。YouTube で練習する場合は下げた方がいいです。弾けるまでやるのは結構ね時間かかるよ。まあ上手い人はねすぐいけるかもしれないけど、速さを4分の3ぐらいにしてます。